風潮木花は、皮脂植物の油なめのトガである。本花には33族と約700種が含まれる。最大の族は、風潮木族で約150種、マエルア族が約100種、ボスキア族が37種、カダバ族が30種と続く。ケッパーなどが含まれる。旧来、日本では、キャピローチーに風潮草花の名称が当てられていた。 しかし近年のエページー植物分類体系では、風潮草などはクレオ町として独立した都がに所属しているため、これに風潮草化が当てられ、残ったキャピローチーには風潮木化が当てられている。このように英名と日本語の対応や定義の変遷があり、また2018年現在、引き続きエページー以前の分類体系を用いる場面も見られるため、この使用や理解には、 注意を要する。風潮木化は、油中と同様に、からし油配等体の化合物を生産する。こうしたことから、両者は非常に禁煙であると長らく考えられていて、時には風潮木化を油中に含めることもあった。その後の分子学的研究では、競技の風潮木化は油中に対して、側系統であることが指示され、当時風潮木化に含められていた。 風潮相続など数族はむしろ油中と禁煙であることがわかった。それら数族は油中の風潮創赤に置かれるか、風潮相家として別の都がとして扱われているかのどちらかである。旧風潮木家には油な木の他の仲間により禁煙なものも数族あり、系統関係が未解決なものもある。また、 旧風潮木属の内アメリカの植物については分子系統と形態の両面をもとに別属として分離、再分離された。近年の DNA 解析により風潮木化は油なめのコアの一部であることが分かっている。2012年時点における研究成果によれば風潮木化の系統関係は以下のようであると考えられている。ありがとうございます。